ジェリット・ベイレスはアメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス出身のプロバスケットボール選手。ポジションはガード。アリゾナ州で生まれ育ったベイレスは高校、大学もフェニックスで過ごし、大学はアリゾナ大学で2年間プレー。NCWA トーナメントにも出場した。2年生を終えたところで2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。11位で インディアナペイサーズから指名されたが、ドラフト会議当日に、ポートランドトレールブレイザーズが13位で指名した、ブランドン・ラッシュの交渉権、ジャレット・ジャック、ジョシュ・マクロバーツとの交換トレードが行われ、ブレイザーズで NBA 生活を迎えることになった。NBA 入り後は、典型的なジャーニーマンに落ち着き、2010年10月に、ニューオーリンズ・ホーネッツに、翌月には、 トロントラプターズに移籍となかなか一つのチームに落ち着くことはできなかった。さらにラプターズからクオリファイングオファーの提示を拒否された2012年7月にメンフィスグリーズリーズと契約。2014年1月にはボストンセルティックスに移籍した。2014年7月ミルウォーキーバックスと契約した。2015年4月25日のプレイオフ。 ファーストラウンドのシカゴブルズ戦の第4戦でチームのスイープ負けを免れる決勝、ブザービーターレイアップシュートを決め、バックスに2010年以来のプレーオフ勝利をもたらした。2016年7月1日、フィラデルフィアセブンティーシクサーズと3年2700万ドルの契約を結んだ。しかし、2016から17シーズンは開幕から右手首の負傷で欠場が続き、 12月15日にチームから手術のために同シーズンを全休することが発表された。2018年11月、ジミー・バトラー絡みの大型トレードにより、ミネソタティン・バウルブズに移籍した。ポイントガードながらシュートを優先するタイプの選手であり、アシスト能力は今一つで、これまでのプロキャリアの中で平均アシスト数が4を超えたことがない。シュート成功率も、 必ずしも良い方ではなく、無駄打ちが多い点が難点となっている。ありがとうございます。